ご視聴ありがとうございます。ちもちもでーす。今日はね、江ノ電を見に来ました。で、江ノ島駅にいます。これからね、江ノ電に乗っていきたいと思います。これが江ノ島駅の改札です。まあ、フリー切符で行くのが安いか、切符を買っていくのが安いか、あとはね、IC カードが使えるみたいですね。はい。江ノ電が出発するところです。どうかな。さっき助けたタクシーが左側に止まってます。なので普通にね走り出すことができますね。かっこいいですね。江ノ電は車両と車両の間に車輪がついてるんですよ。なんかロマンスカーみたいな台車になってるんですね。ストライプ柄がうちのお風呂みたいです。これからね、鎌倉行きの電車が来ます。で、鎌倉高校前駅までね、乗ってみたいと思います。はい、300型の江ノ電が来ました。このね、電車を見るとね、江ノ電が来たなーっていう感じがしますね。結構古い車両ですね。はい、後ろがね、ブルーリボン賞を取った一線型が来ましたね。はい、私もね、鉄道友の会に入っちゃいましたよ。これからブルーリボン賞に、投票できます。はい、乗り込みました。これでね、江ノ島駅を出発します。そうすると、車とね、路面電車と並走するね区間を走ることになります。どんな区間になるか見てのお楽しみです。はい、江ノ島駅を出発しました。車庫が左側に見えます。で、そろそろ少しスピードゆっくりになりましたね。で、そろそろ見えてきた。はい、これがね、道路と鉄道の併用軌道というところですね。ここがね、よくね、路面電車なんて言われてる場所なんですね。結構ね、これはすごいすごいところですね。車が結構スレスレを走ってますね。白い点線からはみ出てるとぶつかっちゃうから、まあ結構、江ノ電をね、運転する運転手さんも大変そうでしょうね。他にもね、バラストが敷いてある鉄道の部分でも、道路とね、フェンスがない箇所が、ここ以外にもあと3箇所あって、合計4箇所ですね。980メートルほど、併用軌道部分っていうのが、江ノ電には存在してます。はい、次のね、駅にそろそろ着くかな？まだかな？橋を渡らないと次の駅に着かないかな？はい、越越駅に到着しました。はい、越越駅をね、発車すると結構ね、住宅と住宅の間をすごい狭いところを江ノ電が走っていきますね。で、このね、狭いところを走るのがね、江ノ電ならではの風景ですよね。車窓すごくね、いいですよね。で、もうしばらくすると次がね、鎌倉高校前駅になります。で、もうしばらくすると海がね、見えてきて、で、
海が見えるとね、あと左手側に、江ノ島が見えてきますね。あの島の上にね、なんかタワーみたいなやつが立っている島が江ノ島ですね。今日はね、天気がすごい良かったんで、海もね、風もあんまりなかったし、海も穏やかで天気もいいし、なんかすごいラッキーな日でしたね。はい、鎌倉高校前駅に到着しました。はい、この駅でね、ちょっとスラムダンクの、踏切のところでちょっと撮影をしてみたいと思います。で、江ノ電はね、もともとなんか戦後に、乗客数が落ち込んだみたいですね。で、一時は廃線の危機に陥ったけれども、まあ付近の道路がね、まあ見ての通り渋滞してますしね。あと電車の、定時制が見直されたのと、あとテレビドラマで鎌倉湘南ブームで江ノ電の人気が復活したそうです。これでね、廃止の、危機を免れたみたいですね。はい、廃止されなくてよかったですよね。それのおかげでね、スラムダンクのアニメができて、で、この綺麗な風景、それで江ノ電が走るかっこいい風景がね、アニメで、出てきて、すごい観光地化してますもんね。すごいいい場所ですよね。右側がね、鎌倉高校前駅で、左側がね、七里ヶ浜、それで奥の方に江ノ島が見えるという構図になってます。すごい綺麗な風景です。はい、スラムダンクのね、踏切の撮影ができたので、今度はね、鎌倉高校前駅か、そこから今度江ノ島駅にね戻ります。はい、江ノ島駅に到着しました。今度はね、ちょっと併用軌道のところをね、撮影してみようかなと思います。ちょっとね、電車がせっかく来てるので、撮影してからね、併用軌道の方に移動したいと思います。
はい、江ノ島駅をね降りて、どうやらここの綺麗なね道を歩いていくと、平洋軌道の場所に行けました。でそろそろね右側がね江ノ島駅ですね。で左側がこれが越越駅かな、来ましたね。連接台車がよく見えますね。はい、このね連接台車っていうね車両と車両の間に台車をね置くっていう技術は小田急ロマンスカーと同じ技術を使ってます。今度はね左の奥の方から江ノ電が来ます。あ、ちゃんとね電車接近って書いてありますね。結構ねあの江ノ電に乗ってて気になったのはなんかブーっていうモーターの音がしたんですよね。でどうやら吊り掛け式モーターっていうものの場合にこういうブーっていう音がするみたいですね。よく聞いてみると聞こえてきますね、ブーって。はい、平洋軌道のねちょうど境目のところに来ました。はい、線路と平洋軌道、はい、こんな感じで分かれてるんですね。お、電車注意ってちゃんと書いてありますね。あと斜め横断禁止みたいですね。でこう見てたらですねあの江ノ電の江ノ電もなかのお店を見つけたので来てみました。はい、江ノ電もなかのお店ですね。で江ノ電もなかは、粒あんにね牛皮が入った、モナカが売ってます。はい、突然ね片瀬江ノ島駅までちょっと歩いてやってきました。はい、このね駅舎がね新しくね出来上がったってことで、どんなもんかなと思って見に来ました。結構すごい豪華な竜宮城の形をしてますね。昔の竜宮城はなんか仮設駅だったみたいで、いつか、きちんとしたね駅を作ろうっていうことで、で今回ね綺麗な駅舎になったみたいですね。はい、片瀬江ノ島駅から、江ノ水の方にね、水族館ですね、江ノ島水族館の方に歩いています。マイアミがありますね面白い名前。あと他にもね X シングスとかね、そういったハワイ系のお店が結構見かけるようになりましたね。暑い。はい、江ノ水の方にやってきました。はい、向こうにはね江ノ島が見えます。これは江ノ水で売っていた、アザラシパンですね。中がねクリームになってて美味しかったです。はい、江ノ水の中に入ってきました。でこれは、チンアナゴですね。この丸いね模様があるやつがチンアナゴですね。
今度はねクラゲですね。ライトアップされてすごい幻想的です。はい、イルカショーのところにやってきました。イルカがね泳いでますね。はい、イルカショー30分前なんですけど、こんなに人がいるのでちょっとやめて帰りたいと思います。はい、藤沢駅にやってきました。はい、ここのね、藤沢駅は、スイッチバックの駅になっているんで、はい、このね左側の電車は片瀬江ノ島駅からやってきて、藤沢でスイッチバックして、相模大野の方にね進んでいきます。はい、次はね、相模大野側から来た電車が藤沢駅で、スイッチバックして、片瀬江ノ島駅行きに、進んでいきます。右側からそろそろ電車が見えるかな。でどうやらなんかね信号がくるくるって回ってなんかちょっと止まっちゃいましたね。これは、多分踏切に誰かなんか立ち入ったんですかね。急ブレーキで止まっちゃいました。まあ良くないですよね。まあ、でもなんか大丈夫そうだったみたいですね。走り始めました。ということで、まあ、江ノ電の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。